はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。すいません、ちょっとですね、ちょっと電波の悪いところに、結構長いこと言いましたので、ちょっとつながりにくい状態が長く続いたということで、すいません、期待してくださった方々どうもすいません、ありがとうございました。すいませんでした。今ですね、少し状況的には落ち着いたところですので、まあライブ配信の方をですね、落ち着いた状態で、しようと思います。参議院議員の浜田聡でございます。ただいま令和6年の1月23日火曜日、午前の0時10分を過ぎたところでございます。日付変わりました。私明日ですね、ちょっと朝早いので、まあ、できるだけ早く寝たいところなんですけれど、まあ、ただ今新橋あたりを歩いております。ちょっとね、電波の混雑しているところに長くいたので、なかなかね、ライブ配信が、まあ、できなくてすいませんでした。今は少し落ち着いたところでございます。まあ、ちょっとね、ろれつも回っていない状態でありながらも74名の方見ていただきましてありがとうございます。先ほどまでですね、私銀座バーにおりました。銀座バー、立花隆投手がですね、毎日一日店長をしている店、なんですね。まあ、結構はい、まあでも前回行った時はですね、すごく閑散としていたんですけれど、今回はですね、すごく人がたくさん、人というか、はい、お客さんがたくさんおられました。来ていただいた皆様どうもありがとうございました。はい、17万円のですね、シャンパンを入れてくださった方もおられまして、本当にね、ありがとうございます。こちらのね、ライブ配信は128名の方が見ていただいているということで、本当に、ありがとうございます。とりあえずですね、歩いて帰ろうと思うんですけれど、まあ新橋なんで、まあ、全然大した距離ではないとは思います。で、まあ、ただちょっと晩ご飯がですね、ちょっとまだお腹の方足りないので、一蘭のラーメンでも食べて帰ろうかなとは思っているところでございます。はい、まあ、新橋にね、ラーメン一蘭、新橋店ありますので、ちょっとお世話になろうかなと考えています。ちょっと場所的にですね、多分店の近くにはいるんですけれど、今ちょっと、はっきりとした場所は把握してできておりませんので、そうですねちょっと方向的に逆に来たかもしれないですね。まあ一蘭のラーメンといえばね、まあ、皆さん、多くの皆さんがご存知だと思いますので、まあ、有名店でですね、まあ、美味しいと思います。私もね、私も大好きで、東京だとね、新橋店がありますので、新橋店は結構行かせてもらっております。こんな感じか。すいません、あまり私もね、先ほど銀座バーアズライールにおきまして、結構ねアルコールが入った状態でございますので、はい、あまり思考力はだいぶ低下しております。すいません。とりあえず道はこんな感じですね。新橋のあたりだと思います。まあ、もう一台の携帯電話を使って、
大体のね、場所は把握しているつもりです。前回にその銀座バーのねアズライールに行った時は結構閑散としていたんですね。お客さんが全然いない状態だったんですけど、今回はかなりのお客さんがおりまして、まあ中にはねですね、私が入った時にちょっと人があまりにも多いということでまた来ますというお客さんもいたぐらいですね。ちょっとね残念でしたね。よく見ればですね、部屋の中座れる席が結構あったんですけれど、まあ、そんな中お帰りになられたお客さんがいるということで、ちょっと残念ではございました。またお越しいただければと思います。まあでもやっぱりね、お客さんの話聞いていると橘さんとね話ができるというところで、すごくお店としてのね価値はあるんじゃないかと、そんな感じがしました。はい、というわけですいません、コメント欄をほとんど無視しておりましたが、たくさんのコメントありがとうございます。すいません、先ほどから複数回ライブ配信をね始めながらも全然多分視聴者の方は全く見れなかったと思うんですよね。そんな配信が続いておりました。失礼しました。ルルベルさん、アルバさん、ユキさん、黒猫のクーさん、ミナミさん、ジュンキチエさん、食事どころ、シンズシさん、はい、ありがとうございます。AEGOK さん、ありがとうございます。シンズシさん、ぜひ一度行かせていただければと思います。以前から、ね、何度もご興味いただきましてありがとうございます。はい、ミナミさん、タケさん、アルバさん、ジュンキチエさん、ケイタ、ヨリオカさん、フォーユメさん、ミナミさん、リュウジ福島さん、稲妻カヘイさん、ベリーメロさん、YN さん、リュウリュウさん、セフェムさん、ジュンキチエさん、2回目ですかね、モチさん、サウンド、サービスさん、ミニノソダさん、TK さん、アイウェオさん、一覧高いんですかね、はい、まあまあでも、チャミクブさん、ミニノソダさん、はい、宮川さん、あ、 T シャツありがとうございます。エブリ、セッツゴーさん、ありがとうございます。ぬくぬくさん、はい、コメントありがとうございます。 YN さん、チャンネルヒデさん、ユウさん、黒猫のクーさん、宮川康春さん、松岡です、なんですね、はい、CY さん、おにぎりは食べてないですね、チョコブラウニーさん、タツさん、おやすみということでありがとうございます。ナオヒトさん、アイさんさん、レイジーミカさん、はい、ジュンキチエさん、森田さん、森田恵子さん、 M33 さん、もちさんさん、
南ブクさん、ブクロさん、マッカランさん、はい、皆さんどうもありがとうございます。YouTube 出てますよ。ああ、そうです。はいはいはい。ですよね。はい。なんか、あ、すみません。ありがとうございます。最近どうです？ああ、まあまあ、そこそこ。すみません。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。また戦ってる姿見せて。ああ、すみません。ありがとうございます。もしよければ。あ、もろともいいんですか？あ、名刺を。はいはいはい。すみません。ありがとうございます。この前いましたよね、あの、はい、カラダスとかでなんか話してたの見たから、あの 上の方、あの名前何でしたっけ、はい、橘隆さん、はい、そうですね、めちゃめちゃあの、はい、尽力してるの、はい、銀座でバーやってて今、はい、そこまでそこ行ってたところなんですよ、はい、すいませんいや、あれ、はい、あ、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。すみません、すみません、ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ時々道を歩いているとですね、はい、お声掛けいただきます。本当にありがとうございます。もうね、ちょっとロレスが回っていないですね、はい、無事に一蘭到着しました。いや本当にね、あの306名の方見ていただきましてありがとうございます。今ですね、本当に寒くないんですよね。はい、すいません、あの店の中に入りますので、すいません、そろそろ配信の方終わります。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。 NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。なんかこのビルね、7階まであるみたいですね。2階が一覧なんですけど、まあ2階なんでね、階段使えばいいんですけど、とりあえずエレベーター使います。ありがとうございました。